やばい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 、じゃん35号はい、というわけで今週もやってまいりました。0時を回りまして月曜日ですね。月曜日になりまして最新のジャンプが発売されたので、ダッシュで、折りダッシュで、いや、ソルでコンビニに行ってきました。なんか表紙かっこよくないですか？デクがこの逆さまになってるっていう構図めちゃくちゃ珍しいなと思ってて。あ、もう6周年なんすね。じゃあ今回もね、早速ワンピースのね、レビューをやっていきたいんですけども、いやーもうマジで暑すぎて何から喋ろうって考えたんすよ。なんか、まあ、ヤマトが出て暑いとか、まあ、この前だとジャンプの全員応募者サービスのワーコレが暑いとか、まああるんですけど、今回に関してはもう全ページ暑いと言っても過言じゃないですよね。みんな最後のページ見た？やっぱここが一番でしょうね。スナッチって言うんやけど、この見開きのページやばいよね。なんか複製原画とかで欲しいぐらい。もうなんか全てがワンの国、いや違うな、造編、ドレスローザ編ぐらい、いやパンクハザード編ぐらいからのキンエモンたちの思いが全てこもった1ページと言っても多分過言じゃないと思うんですよね。細かい気づきもちょっとあるんで、この辺はねちょっと順を追ってまあ解説していこうと思うんですけど、第986話、拙者の名前っていうことなんですけども、拙者の名前ってまずサブタイトル見た瞬間から、これモモかなっていうふうにまあ思うよね。なんかね、いやもうあと14話で1000話なんだね。そこに向けて盛り上がりをこう持ってってんのかな。いやもうこの回だけでも相当よね。今回だったっけ、10代目担当編集の高野ジムさんが泣いたって言ってたやつって、いやもう泣けるよね。いやもう本当になんかちょい見せの段階からちょっと本当にもうワクワクが止まらなかったんだけど、まず1ページ目ね、鬼ヶ島裏口っていうことで、裏口結構最近スポット当ててるんだけど、皆さんようやくですよ、ようやく赤瀬屋の男たち揃いました。長え。ここまで長かったなぁ、本当に。ドラクエ4でもね、もうちょっと早くみんな揃ってたのに、めちゃくちゃ長い。ようやく長い過去編から今に至って赤鞘が揃いましたよ。ね。俺さ、この最初のページのね、金右衛門と伊蔵がま並んで歩いてるところでもちょっと泣きそうになるんだけど、それを送り出してるね、この仲間たちっていうのもいいよね。なんかご武運をっていうところで。でさ、二人がこの階段を上がってってね、入り口に行くとさ、待ってんだよ、他の赤鞘国男のメンバーがさ。でもこれ一番思ったのはね、この見開きのベベンのところで、みんな雷蔵見て、雷蔵、雷蔵むちゃくちゃ泣いてるでしょ。雷蔵、次のページでもなぜか雷蔵だけ表情をすごくフィーチャーしてね、泣いてる描写を出してるんだけど、僕これすごくやっぱちょっと感動しちゃって。まあね、勘十郎がまあ撃たれたわけだよね。もうみんなの予想通りの展開だったわけよ。でここには残雪の雪の城とかも書かれてるんだけど、まあマスクっていうかね、仮面で表情今見えてないんだけど、多分めちゃくちゃ泣いてる感じだと思うんだよ。でもあえてね、その雷蔵をここでめちゃくちゃ号泣さすっていうところがすごく僕グッときてて、なんでかって言ったら、もともと金右衛門と雷十郎、そして勘十郎、桃之助のメンバーとかね、あの20年後時様に飛ばされてきたわけよ、今のこの現代にね。で紆余曲折を経てドレスローザに行って、まあ逃げてパンコハザードに行ったりとかゾウに行ったりとかしてる中で、やっぱその20年飛ばされても仲間のままの意識で今いるわけじゃん、継続して。それがまあ裏切りによって、まあ勘十郎がこんなことになっちゃってなった時に、雷蔵はモコモ公国ね、あの造幣の国にかくまわれてたわけじゃん、ミンク族によって。でその時にね、何にもできなくて金右衛門と勘十郎がこう助けてくれるまで、まあこう待ってたっていうところもあって、合流した時のやっぱ喜びっていうのとかがあると思うから、やっぱねグッとくるものが雷蔵には特別またあると思うんですよね。だそれがすごくなんか泣けてくる。そんでね、金右衛門が別にそこで言葉をかけることもなく、勘十郎のまあ遺体なんかな、これはもう通り過ぎる時に自分の持ってた編傘をパッてこうやってね落としてかけていくんですよ。もうこれがものすごいこう無言で、辛かったなお前たちって言うんすよね。でそしてようやく伊蔵を見るんすよね。伊蔵を見て、伊蔵ってね、もう源次郎も金右衛門も発見して、久しぶりの再会なんですけども、ここでいいのか、死に場所はもう死に損なうのはたくさんだって伊蔵が言って、ここもね頂上戦争のこと多分言ってると思うんすよね。エースを助けられなかったところで死に場所はっていうね、みんながその覚悟を決めてたところで、まあ生きてたわけだから、なんか背景とかも分かってるから余計にちょっとグッとくるんだよ。なんかこの最初の導入のページだけでもね、あ、ごめんごめん。でさっき言い忘れたけどさ、このね勘十郎がこう倒れてる時にさ、まあちょっと一瞬この過去回想になるじゃん。キャー、金がないです、おでん様、今日の晩飯が、よし仕事だお前ら、町で恵んでもらえっておでんが言ってるところでさ、勘十郎がねこうわーってこう止めてる、止めてる先が何かって言ったらさ、
川松がね、川松めちゃくちゃ好きなんやけど、川松が勘十郎のものと思われるでっかい筆持ってんのよね。それがすごい可愛くない？みんなでだからこうやって打ち絵のなんか練習というかね、遊んでたわけ、みんな仲良く。でそれがなんかすごいグッとくるんだよね。このちょっとね、この一コマだけの回想がもうめちゃくちゃまたいい。どうなんだろうね、みんながもしね20年来の友達とかがこういう裏切り方したら、まあ、許せないと思うんだけど、もちろん許せないんだけど、みんな泣きながら戦わなきゃいけないっていうのはこれ本当に辛いよね。なんかね、なんか本当にね、この打ち入れのシーンってのは忠臣蔵を見てるような感じです。で話戻って、まあ乗り込んでいくわけでね、よし急ごう。でそこで、エラベオロチの侍たち、主君オロチと共にここで死ぬか、俺たちと世界を取るか。もうオロチは死んでること確定なんかな。ここで次のページもさ、オロチの首だけが横たわってこうってあるじゃん。だから最初これもしかしたら勘十郎の絵なのかなとか思ったけど、勘十郎がここで撃たれた今、まあ能力は多分解除されると思うから、それでも絵に戻ってないところとか見ると、これ本物の首なんかなってまあ思えますよね。でさ、オロチがね、まあ死んだ後さ、オロチの部下たちはまあどうすんのっていうところなんだけど、この元お庭番衆のやつらや福六十、まあ僕福六十推しキャラなんですけど、我の国忍者軍お庭番衆5000人あなたに使い立つっていうことよ。お前何願いとんだと、お前なんか嫌いやわほんま、ちょっとなんか嫌いになったわ。同じく我の国侍衆5000人今よりあんたに使えるっていうことの最後のページにもさ、クソほど怒ってるけどさ、表示も武士の風上にも剣安らめって、そらそうだよね。なんかこんな感じなんか、みんな屈服してええんか。ただなんかここでいちいちこう寝返るってことは、この後まあ風邪が来て状況が変わった時にまたこいつら寝返るんだろうなと思うと、ちょっとなんかね複雑な気分なんですよね。でその次のページ、まあ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 、ははは、戦力がすっきりしたね、そいつらを捉えときなって。波大丈夫、ケアしてへん、波大丈夫、なんか塗り壁みたいなやつにちょっとなんかこう拘束されちゃってるんだけど、まあ、ここで忍だけはねうまく逃げ寄せた感じで、ここでね言ってるんですよ。おでん様は分かっていた、オロチを撃っても何も変わらない、撃つべきは20年前からカイドだけだったと。そうなんだよね、やっぱおでんってあんなひょうひょうとしててなんか抜けてるような感じになるけど、やっぱ頭いいんだよね、やっぱ直感的になんか感じるものがあったんだよね。でね、桃之助が貼り付けにされてますよ。ウォロロロ、おいこぞ、これで今和の国には将軍もそれに使える侍たちも不在となった、花の都の愚民どもは今日が最後の夜とも知らずバカ騒ぎしている頃だと。はい、ということで貼り付けにされた桃が映ってるんだけど、この貼り付け台っていうのがこの X のこのバッテンになってるやつね。これってこれ一般的なんかな、やっぱこういうのがね。でね、今パッと思いついて81巻をちょっと持ってきたんだけど、この中にも拷問シーンがあって、そうそう、あのモコモ広告ね、ズニーシャの線のモコモ広告で貼り付けにされてんだよね、猫マムシと犬嵐が。その時のバッテンのなんかこう貼り付けにこうされてるんだけど、でこれと同じやつ使ってんのかなと思ったら似てるけどちょっと違うんだよね。だからこれがなんかカイドウたちの一般的な貼り付けの器具というか形なのかなと思ってよく見比べたら違うくって、このバッテンになってるこの上のこの部分ね、この部分のところに鎖がジャランってこう垂れてるじゃん。そうで、こっちの81巻のところはなくって、どうなってるかって言ったら、腕輪みたいなのこう繋がれてて、手錠みたいなやつね、そっから鎖がこう出てる感じなんだよ。そうで、まあ、桃之助もちろん体格もちっちゃくて子供だから、このバッテンのこの一番中心ら辺でこう捕まってるんだけど、これこんだけ体格のでかいやつもいるってことだと思うんだよね。でよく見るとこの鎖がジャランって立っててこう垂れてる部分あるでしょ。でそこの垂れてる部分の先っぽってその腕輪みたいな手錠の部分がないんだよ。ということは昔ここに繋がれてたのってヤマトかもしれないって思ったんだよね。ヤマトほら鎖みたいに繋がれてるじゃん、その手錠みたいなやつね。でちょっとジャランっていう風に出てて、もしかしたらヤマトが昔繋がれてたのかなとか想像したんですよね。はい、で次のページ行きまして、ずっと俺は疑問だったっていう風にまあカイドウが言ってて、カイドウがまあ質問するんですよ桃之助に。これがまあ聞きていことがあるっていうことのまあ回収なのかなっていう感じなんですけど、おめえみたいな根性なしがあの光月おでんの息子であるはずがねえと、この処刑は古い和の国を終わらせるためのものだ、思い返せば20年前燃えるあの城でお前は俺の質問に答えなかった。まあなるほどね、確かにあの時桃之助名前名乗ってなかったよね。俺それバーってさ過去のやつ読んだ時に確かに名乗ってないと思ったらちょっとゾッとしたんだよ。ここまでなんか巧妙にこう隠しながら来てたって、確かに名前言ってなかったわと。お前がもし光月おでんと時の息子じゃねえんならすぐに処刑を取りやめよう、面目ねえ、それはとんだ濡れ衣だっていうことで、まあここで、はい、はいはいはい僕東屋ですよみたいなこと言ったら処刑は免れるのとかって思うんですよ。まあここもねモブが
言ってるけど、カイドウ様優しい一言嘘つきゃ命拾いであのガキって言ってるんだけど、ね、ここで本当のことを言うかどうかっていうことを結構僕はカイドウは見てると思ってるんだよね。もうこれがもう勘十郎の絵じゃないってことはほぼ確定したわけや、桃之助が。となると、にわか信じがたいけど桃之助であることはもう認めてると思うんだよ、カイドウは。分かってると思うんだよ。でもここで名乗るかどうかってすごく重要で、名乗った後も桃ちゃん泣き出しちゃうんだけど、カイドウは黙ってそれを見てるんだよね、また点々点みたいな形で。それがすごくやっぱ意味深。何週後か前からのカイドウさんってめっちゃ喋ってるかめっちゃ点々点おじさんのどっちかでしょ。カイドウにとっては20年越しに桃に質問してるんだけど、桃からしたらついこの間の出来事だから、この恐怖ってまだあると思うんだよね。それでもこの数日数週間の成長ってやっぱすごいよね。だってここでさ言うんだもん、拙者の名前は光月桃之助、我が国の将軍になる男でござる。かっこいいよね。いや、かっこいいよ。だってルフィとかってさ、最初登場した時ってまあ7歳だったわけだよね。7歳ぐらいの時にもコルボ山に出入りしたりとかさ、悪魔の実の能力があったりとかして、まあ、それなりにね強かったというかたくましく、まあ、育っていったわけですよ。でも光月桃之助ってその時のルフィとほぼ同い年じゃないですか。でも温室育ちというか、あんまり経験もないまま勝手にこういう戦場に送り出されてる感じで、いまいちこうなんかこうはっきり自信を持って言えなかったと思うんですけど、ここでね初めてこう和の国の将軍になる男でござるっていうのはめちゃくちゃかっこいい。言えるだって、この状況で自分は YouTuber 小焼ですよう言わへんよ。助かる方法考えるよ。そらここの階層にちょびっとだけ出てきた時様とかもめちゃくちゃやっぱ美しいよね。あなたはいつかこの国を背負って立つ男ね。そして次ルフィが、俺はいつか海賊王になる男だ。もうこれを思ってるももちゃんを気持ちを考えるとすごい複雑やし、時様お母さん、そしてで今一番多分尊敬してるかな、そのルフィ、そしてお父さんが出てくるんだよ。お父さんがお風呂の中で、お前の名の由来か、桃は天下無敵を表す言葉って言ってんだよ。なんかいやもうゾッとするわ、ほんまペル肌ポイントやばい。まあなんでここでね天下無敵って疑問に思う方もいると思うんですけども、まあ僕も気になって調べたんです、桃についてね。桃って花言葉があって天下無敵なんだってね。だから僕たちは桃之助のことをどことなく桃太郎だと思ってたんですよ。やっぱおとぎ話になぞらえて桃太郎っていうところらへんから和の国に登場する重要な人物、そして主人公のような感じで子供っていう風に連想しちゃってたんですよね。でもここで偉大なる父を持ってその意志を今継いでるっていう風に考えると、天下無敵を表す花言葉のある桃というものを選んでるらへんのネーミングセンスがすごすぎると、大田先生は今更感動してます。一つ一つの名前の込められた意味っていうものも、だから桃之助ってなるほど天下無敵っていうことなんだ、そらそうなんだと。でいよいよね処刑が執行されるのかなっていうぐらいの時にボーンって言って、まあ、爆発するんだけど、僕を殺す気だったっていうことでヤマトとルフィがこれ登場するんだけど、この展開ってちょっと似てるよね。なんかエースが処刑されるっていう、なんかこの際どいシーンのところでさ、また上から落ちてきたこと覚えてないですか、頂上戦争で白ひげが会心で津波をブワーってやった時に青生地が凍らしてるんですよ、両サイドのやつをね。でその上からルフィ一行がボーンって落ちてきて、また形勢がこう変わっていくんだけど、それとまあ似てるなと思って、この間際にねルフィがまたこう上からじゃないんだけどこう落ちてくるような感じで飛び出してくるとかすごく似てんなと思った。いよいよ佳境に入るって多分意味だと思うんですよこれは。あ、これもさっき言い忘れた、ヤマトのねこの腕のなんか草みたいなバーンって取ってたね。いやもうこれを体得してるルフィもいいけど、これを投げ飛ばした後の描写書かれてないでしょ、なぜか知らんけど。え、これどういうことな、投げ飛ばした時にさ外れたっていうところで止まってんだよ、ピュンって投げて。だからあえて爆発してないシーンを書いてないってことは爆発しなかったんだと思うんだよね。ということはやっぱり息子としてちゃんとカイドウは愛情を持ってヤマトのことを思ってるんだなっていうふうになんとなくちょっと思いました。いや確定じゃないんだよ、確定じゃないけどそう思いたいっていう感じ。だからカイドウっておでんのことを認めてるし、なんかすごく考えや思いがあってちゃんと芯を持った海賊なんだなと思うと、やってることはむちゃくちゃ許されへんねんけど、なんか嫌いになれないというか、やっぱボスとしてかっこいいと思っちゃうんだよね。黒ひげみたいにお世話になった親父を殺してまでとかそういうところってあんまりこう感情移入しなかったんだけど、今回のボスのカイドウってやっぱ敵としてちょっとかっこよさなんですよ。もう圧倒的な強さみたいな、そういうところがあったり、ちょっと人間っぽいところがあったり、ちょっとますますちょっと好きになってきた。次一番くじやろうね。でルフィがさ、この決戦を始めるのは俺たちじゃねえって言ってて、バーンってなんとカイドウの背後から侍たちがやってくるんですよね。ここでさすがですねカイドウさん、背中を取られるわけにはいかないんですよね。しっかり真正面で攻撃を受けてると思うんですよ、僕ポイントだと思うんですよ。背中の傷は剣士の恥だ、
ま、みたいな感じで、でこの時また目飛び出してんよ。クイーンほんま乗りよくないで、ジャックはミンクの王たち生きてやがったっていう、まあなちょっと爪の甘いところが僕はジャックの好きなところなんだけど、でこの3人がそれぞれリアクション取ってる中でやっぱり一番キングが冷静でやっぱ強いんだなって分かるんですよ。なんでかって言ったら、その次の描写ですぐその瞬間には刀でこう切りかかろうとするんですよね、キングは。分かる、みんな見てるよね。でそこで活躍するのがイゾーなんですよ。イゾーがパーンってこうピストルを打ってチンってこう弾いてる、チンってこう剣を弾いてる描写があるんだけど、こういうのを見るとイゾーが飛び道具を頼った理由っていうのがなんかちょっと分かってきますよね。みんな侍たちは接近戦が得意な剣を多分持ってて、イゾーがここでピストルを持ってることの意味っていうのがなんか初めて理解できた気がするんですよ。もうこんなちっちゃい駒でだよ。だからそれがすごくもうなんか一駒ずつが本当に考えられてんだなっていうふうに思います。でイゾーもなんかちょっとニッピしてちょっとドヤ顔みたいな感じでこうピストルやってるんですけど、多分同じような場面があったんでしょうね。そういうところからこうイゾーも成長してますよみたいな感じです。で雷蔵は忍者なのにこういうポーズ取ってて、で川松は外無双をこうやって抜いてて、そうそう川松はね抜刀するときねこう抜くんじゃないね、こう抜くんですよね。これポイントです。猫マムシもこれ多分カイドウの手だよね、バーンってバーンちゃうな、ニャーってね、ニャーって言って金棒をポーンってなんか叩き落として、チェーンってこれも叩き落として、ようやったね。こんなカイドウから武器を取れるってなかなかじゃない。油断してたとはいえね、カイドウにね攻撃食らわすことに成功するんですよね。直せろ、知恵を捨てろ、この一撃に命を乗せろ、スナッチってやるんですけど、いや本当にもう全てはこの最後のページに来るためにこうどんどんこう盛り上げる感じがたまんないです。まあでも一ページ一ページずつ、コマ一コマずつめちゃくちゃやっぱ考えることもあるし、なんか見入ってしまうような今回の回でしたよね。でさ、カイドウもめっちゃいいや、てめえらの刀など俺にはって言ってんだけどね、過去編の回想でおでんがパッとこうフラッシュバックするんですよね。これ多分ね、ここに傷を負わした時だと思うんですけど、おでんって一瞬赤座屋の侍のことをおでんだと思ってるんですよね。これが9つの影なのかな、どうなのかちょっと分かんないけど、飲んでる場合じゃねえぞ、武器を取れって言ってる頃には時すでに遅し、カイドウさんはボコられましたと。すごいよね。だって四皇相手に傷つけることすら普通不可能みたいな感じなのに、一撃ちゃんと入れてるもんね、これね。みんなで協力して。で、この、めちゃくちゃやっぱ細かく読むとさ、伊蔵はやっぱり他の大看板の相手とかしてるわけやね。その川松とかも。で、そういう風に連携プレイを、もうなんか、あうんの呼吸みたいのでやってるところがめちゃくちゃかっこいい。そして先陣切ってるのがちゃんと金右衛門と、伝次郎っていうこのね、兄貴と弟みたいな感じで、もうここもめちゃくちゃ泣ける。いやもう、めちゃくちゃいいわ、めちゃくちゃ良かった、めっちゃ興奮した。なんかこの回戦のね一番目がなんか赤座屋の侍たち良かったなと思う。この次に待ってるであろうルフィたちの戦いのすごいやっぱ一番盛り上がるところをなんかうまくこう入り口を作ってくれたんだなっていう風に思うんですよ。四皇はね全員こうルフィが倒してほしいと思ってるんだけど、ちゃんとこう一撃みんなで食らわしたっていうところが意味があるんじゃないかなっていう風に思います。はい、ということで今回のレビューはいかがでしたでしょうか。このね一応終わりを見ると次回は救済とかじゃないんで、まあまた来週も楽しみにできるのかなってまあ思うんですけど、煽りがねありまして、果たせ祝願次号関東カラーということで、また皆さん関東カラーが見れますよ。いやーいいですね。なんかね最近その連載の感覚的には伸びてますけど、一号一号の重みとかスピード感とか展開が早いから、なんか本当に全然待てますよね。本当にこんな毎週、いや2週間に1回、まあ、ワクワクできるような機会を作ってくれて本当にありがとうございますって感じです。みんな今回のシーンどこが良かったですか。もう見どころのシーン多かったよね。なんかちょっとおさらいするとさ、金右衛門と伝次郎が2人で歩いてるシーンも僕見どころの一つだと思うし、だって傘をねパサって勘十郎にかけてるシーンもすっげえいいシーンだと思うし、でまあ袋くじたち寝返ったところはまあどうでもいいんだけど、このなんかゲゲゲの鬼太郎みたいな世界観のところもなんかちょっと個人的に好きだし、でカイドウが物思いにふけるようなこの過去編みたいなところもやっぱ好きだし、でヤマトとルフィの掛け合いもやっぱ好きだし、ウルティ可愛いし、久しぶりにゾロ見たし、桃之助が光月桃之助和の国の将軍になる男でござるってやっぱこうちゃんと宣言してるところもやっぱかっこいいし、こうルフィたちの登場の仕方とちゃんと役割をまきまえてこの決戦を始めるの俺たちじゃねえってルフィが言ってんのもやっぱかっこいいし、で赤座屋国男の何も言わない阿波の呼吸で攻め入った最初の一撃打ち入りのシーンも最高だなっていう、まあ、まあ全てが最高のまあ回でしたよ。本当に次の展開も楽しみです。どうなってしまうんでしょうか。今日の動画が面白かったって人は高評価をしてくださいね。で毎週月曜日は
ジャンプでワンピースが掲載されてる時は僕レビュー会撮りますんで、この次も見たいよっていう人はぜひチャンネル登録もしておいてくださいね。はい、というわけで明日からですね、皆様お待たせしました。なんとコラボウィークが始まりまーす。ということでですね、なんとあのワンピースファン界の神と言われた神木健二さんのご自宅に伺いまして、なんとたくさん動画を撮らせていただいたんで、僕も初めて知ることとかもたくさんあってね、きっとこれを見てるワンピースファンの方なら全部が楽しい回になること間違いないと思ってるんで、ぜひねチャンネル登録とか高評価よろしくお願いしますね。楽しみにしてください。明日からの神木ウィーク楽しみ。じゃあね、今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか。なんなんいきなりでもしてね。そうそう、 LINE スタンプリニューアルしたぞ。 Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前は小焼き。